初代ロックスバラ公爵ジョンカー初代ロックスバラ公爵ジョンカーはイギリスの貴族。ホイックに属してスコットランド国務大臣を務めたが、ウォルポール政権には批判的な立場を取った。第三代ロックスバラ伯爵とマーガレット兵の息子として生まれた。実刑に第四代ロックスバラ伯爵がいる。1696年に兄ロバートが死去すると、第五代ロックスバラ伯爵になり、 1704年に、スコットランド国務大臣に任命された。イングランドとスコットランドの合同を推進したため、1707年に、ロクスバラ公爵に除された。その後は、イングランドとスコットランドが合同して、グレートブリテン王国が成立したため、スコットランド貴族の創設は、ロクスバラ公爵で最後となった。1707年5月28日、王立教会フェローに選出された。 ロックスバラ公爵は、スコットランドの貴族代表議員を4回帰務め、国王ジョージ一世は彼を、スユミツインの顧問官とスコットランド玉子少書に任命した。1715年ジャコバイト放棄で政府側に立った、あと1716年から1725年まで、スコットランド国務大臣を務めたが、爆画税に反対したため首相サーロバート・ウォルポールに、罷免された。 1727年4月、サー・アイザック・ニュートンの葬儀で勘を受に付き添った6人のうちの一人を務めた。1739年10月17日の直居により創設された、ファウンドリング病院の初代総監の一人を務めた。1741年2月27日に死去した。一人息子のロバートが借位を継承した。1707年頃に、 メアリーサビルと結婚して、一人息子を設けた。ありがとうございます。